ウィリアムズ・ルノー。93年シーズンは圧倒的な強さを見せたウィリアムズ。ニューマシン FW16 で3年連続コンストラクターズチャンピオンに挑む。ドライバーはカーナンバーゼロ、デーモン・ヒル。ドライバーズチャンピオンになったグラハム・ヒルの息子、優勝3回。カーナンバー2、アイルトン・セナ。3度世界チャンピオンに輝いた現役ナンバーワンドライバー、優勝41回。強力無比のルノー V10 エンジンと、アドリアン・ニューウェイの空力デザインで弱点は見当たらない。チーム監督は車椅子の知恵袋フランク・ウィリアムズ。そしてテクニカルディレクターはパトリック・ヘッド。堅牢着実、一貫したマシン作りがチームの力だ。無敵ウィリアムズ。シューマッハにトップを奪われたセナは予選半ばで1分15秒962のタイムを叩き出し、再びポールポジション。63回目のポールです。ウィリアムズの1戦目でポールポジションを取ったセナですが、この FW16 の走りはエッジ走法というべきか、際どい走りで一発タイムを出してきたドライビングです。アベレージラップを分析すると、決して予選タイム差ほどシューマッハ・ベネトンより速くはありません。マシンのピッチ上下動、そしてボトミング底付きなど挙動変化が激しいんですね。これは94年モデル FW16 の癖として、この後ブラジルからずっと続いていくことになるわけです。予選半ば雨が降り出し、セナ・シューマッハ2人の争いに文字通り水が差された。水浸しのコースに出ていくセナ。ウェットセッティングのためか、ファンサービスなのか。ピットストップで2位に落ちたセナは、50周目にはシューマッハの後方8秒、54周目には5秒とどんどん詰め寄ってきていた。2位全力疾走のセナはここで頑張るしかなかったわけです。なぜかと言いますと、このキーコーナーを早く抜けて、少しでもストレートでシューマッハとの差を詰めたかったわけです。それにはアクセルを早く開けて、ここを早く抜けて加速したかったわけですね。アクセルを開けるのがだんだん早くなっていました。名手セナのスピン、94年最初で最後となるセナ・シューマッハ対決のこれが終わりました。予選42分を過ぎた頃、再度セナがタイムアタックを開始。シューマッハを逆転、ポールポジションをもぎ取った。 TI で見せてくれたセナのスーパーラップでした。シューマッハを逆転しました。ブラジルの後、ウィリアムズチームは走り込みテストを行ってきました。マシン改良のウィリアムズ、TI の路面がスムーズなのは FW16 にとって楽だねとセナも言っていました。セナならではのエッジ走法です。土曜日は気温が高くなり、タイムアップは望めず、結局シューマッハは2位に収まった。このサーキットは路面が滑りやすく、スピンが続出した予選となった。そしてセナとヒルが同じ場所で同じようにスピン。パドックではウィリアムズのサスペンションについてあれこれと取り沙汰された。一発タイムは出るんですが、 FW16 非常にナーバスです。リアのブレイクが早いんですね。一発スピン病はまだまだこの時点で感じられました。